挨拶、ロストイン、ツンピッパ。毎度、田中でございます。皆さんご機嫌、うるわしゅうございますか。今回は、赤ペンチャンネルさんとのコラボ第2弾と題しまして、アニメ編になります。幼少期見てきたアニメ、最新アニメのビビー、ダイナゼゾンを語った動画に編集してますので、よろしかったらそちら見ていただけたらと思います。それでは、どうぞ。次、アニメの方はどうかというのを聞いていいですかね。学生時代の流行りのアニメというところで。はい。じゃあ、尾上から。そうですね、尾上さんから。じゃあ。なんか割と小学生途中ぐらいから親とか兄の影響で見始めて、で、中学校の時に見て一番今でも好きなのがコードギアスですね。おぉコードギアス面白かったよね。面白かったですね。もう、あれで一気に中二病になって。ああ。未だに治らないのでね、ちょっと、ね、責任取ってほしい。中二病全開ですからね。いや、もう、あれで。絶対重種の力ね。力は憧れるよね。あと、シュタインズゲートとクラナドが好きですね。あ、クラナドもご覧になってたんですね。そうですね。クラナドはアフターまで見ました。クラナドで。見ました、見ました。やっぱりアフターまで含めないと。やっぱそうか。僕はもう、クラナド見たから、自分の人生はいいかっていうぐらいの。すごいなぁ。エア、カノン、クラナドがそういう風な。はい、うん。エアも見ましたね。ちょっとカノン見れてないんで、いつか見たいんですけど。あ、カノンは、たい焼き食うやつですね。ヒロインの、ヒロインの女の子が確かたい焼き食うやつで、冬の北海道かなんかが舞台じゃなかったかな。僕、自身アニメ見始めたのが、その、クラナドとかは若干、多分小学生ぐらいだったんですよ。はい。で、結構、軽音のあたり、2010年ぐらいからのアニメの流行りをリアルタイムで追いかけ始めたんで。そうですね。だから、まあ、ギアスとかクラナドは好きではあるんですけど、世代的には、もうちょっと後のアニメいっぱい見てますね。今こうやって話して思ったんですけど、この話、こういう内容話してると、年齢ほぼわかるやんってなってしまうんですけど、大丈夫ですかね。なんか僕が聞きたいから聞いてしまってたんですけど、いいのかなと思ったんですけど、ね、いいですか、ありがとうございます。年齢隠してないですから。あ、よかったです。そうやったらよかったです。はい。藤野さんはどうですか、アニメ幼少期も見てましたか、はい、そうですね。僕はその、尾上さんほどアニメをしっかり見てはなくて、はい。なんか、尾上さんにおすすめされたコードギアスとかは、高校の頃見てたんですけど、ほんほんほん。その、ま、小学校、中学校ぐらいの時は、本当に子供らしいアニメを見てましたね。あの、爆眼とか、ビーダマンとか。あ、もう、その、夕方の枠ね。夕方枠に、ね。夕方アニメで育った感じしますね。で、母親がオタクで、不女子だったんですけど、その母親が、なんか、今日から魔王をずっと見てて。今日から魔王っていう作品ありましたね。はい。はあはあ、それが、なんか、うちでは、休みの度になんか、リビングで流されてたんで、それを見てた節あります、ね。そんなことあんねや。そう。今日から魔王は結構その、魔王で魔法とかたくさん出てくるんで、うん、僕はこれで多分中二病になりましたね。ああ。名称とかそういうのは今日から魔王から。来たかなって感じですね。こういうのもあって、ナルトたちの火炎豪華級とか、そういう因を結ぶとかの、中に前回のあの感じも楽しんでっていう感じですね。その辺が育まれましたね。結構個人でアニメとかを見ていくと、気づけば自分の好みばっか見ていくから、一人暮らしになってからなんか本当に同じジャンルばっかり見るようにみたいな。そうそうそう。だから人のジャンル見ていくと自分にないものを養っていけるから意外とそういうの大切だったりするんですけど、 それをねお母さんから伝授してもらってるのは素晴らしいですね。母親から再教育。藤野さんのお家は、はい、母がアニメとかそういうとこ強かったって感じで不女子と言われてますけども、そうですね、母がもう本当に女性向けアニメをすごい見てて、はい、はい、お父さんは、まあ、少年漫画。漫画って感じですね。じゃあ、高橋留美子先生とかの漫画持ってたのも、お母さんっていうことでいいんですかね。いや、それはお父さんです。それはお父さんなんですね。あ、はい、なるほど、なるほど。お母さんのは本当にガチガチの BL ですね。裏切りは僕の名前を知っているとか。BL ジャンルなんですね。ね、はい、そういうご家庭だから、幅広い作品を結構フラットに
ご覧になられてるんじゃないかなと思いますね。そうですね。うん。で、次に、赤ペンチャンネルさんといえば、アニメの感想も投稿されてるチャンネルなんですけども、はい、その中で、ビビーとグリットマンの続編のこの2作品は僕も見てるので、ちょっと語れたらと思うんですけども。いいですね。はい。まず、ビビー行きましょうか。ビビーは、はい、あの、デトロイト・ビカム・ヒューマンっていうゲームがすごい流行って、あれをアニメにした感じだなと思って見てるんですけど。確かこのビビーってオリジナルアニメですよね。そうですね。はあはあ、で、そのゲームとすごい近い設定ということですか？そうですね、設定とか近いんで、確か影響を受けたみたいなことは、なんか、原作の人なんかな、なんか言ってたのは多分見たと思うんで。ほうほうほう。追加で撮ったんですけど、ビビというテレビオリジナルアニメは、長月達平先生というリゼロの作者が原作の一人なんですね。僕それ知らなくて、あ、それはこういう作品書きそうってなんか思いました。ここを知ってるとビビなんかあーって思えるとこ多いなと。思いましたね。かなり設定がそのまんまなんで、まあ、そうなんや、間違いないと思うんですけど。じゃあ、AI には、一個性しかないと。一個性というか、一つの命令だけを従ずるように作られてるとか、ここら辺もそうなんですかね。あ、いや、使命の部分はオリジナルですね。ああ、そこオリジナルで、この話で、だいたい2話か、それぐらいで1回の事件終わるじゃないですか。そうですね。事件終わって、で、次3、4問でまた違う事件が終わって、確か全部通して100年後の未来の不幸を止めるために、はい、ビビーと言われる女の子のアンドロイドが活躍する話じゃないですか。で、松本っていう、その100年後の、まあ、AI かなが、それをサポートしに来てると。はい。いう話だと思うんですけど、この話、を見たときに、僕そのゲーム知らないので、バイオレット・エヴァーガーデンだとか。ああ、そうですね。あと、愛の遺伝子かなっていう漫画があるんですけど、ここら辺をちょっと連想しましたね。人以上に人のセリフ書くとか、松本は100年後の未来のデータから、こんなこと起きてんねんっていう出来事を元に、大きい出来事の前に必ずビビの前にやってくる。気になるのは、はい、100年という歳月の中で何箇所も事件変えてたら世の中の流れもだいぶ変わって、軸として100年後じゃないところで戦争とか起こるんじゃないのとか思ったりするんですけど、あれどういう解釈なんですかね、どういうパラドックスなんていう。いや、あの、その辺の説明がまだされてないんで、見てる側としてはどうするのかなって思って見てるんですけど、うん、そもそも過去の事件を変えることで未来を変えようとしてるけど、うん、いつも思った通りには変わらないので。そうですね。じゃあ絶対100年後思った通りに変わんないよね、と思ってるんですけど。はい、特にアンドロイド専用の島みたいなのできたじゃないですか。稼働させるための。はい、あれは、本来だったら、20年後にできるものが20年前倒しでできてるって、いやもう、そうなんですよね。もう、じゃあやばいや、みたいな。転送も20年前倒しになってもおかしくない。そう、そうなんですよ。で、アニメ見てると、たまに、こう、歴史の、こう、パネルみたいなものがオープニングに出てきて、で、ね、ある事件があった時に、一気に横にぐーっと伸びるんですけども、縦にはずっと行くので、多分どっかで、こう、事件は重なるように、進んでるような、紐理論的なもんなんか、なんか分かれへんけど、なんかそんなね。そうですね。タイムパラドックスとか、タイムトラベル自体にも大きなどんでん返しがあるんじゃないかな、ぐらいの気持ちで見てます。ああ、僕見ながら、松本が最後、ビビ殺すんやな、みたいに思って見てるんですけど。いや、だって、明らかにビビが介入してるから話変わっていってるから、一番戦争を起こすきっかけを作るのは、ビビというアンドロイドができてしまったせいになると思うんですよ。はい。だ100年後にも残ってたアンドロイドがビビで、それは一番最初の AI 搭載機かなんかだから、特殊な、そういった博物館に飾られてたからそれができたっていう今のところの話じゃないですか。ということは、はい、今までこれで歴史改変しているはずだけど、元の戦争起こる理由はビビがおるからっていう話作りになるんじゃないかなと思って、てるんですけどね。そうですね、なんかバタフラ
エフェクトみたいな、最初から出会わなければよかったとか、そういう感じの。はいはいはい。そうですね、バタフライエフェクトみたいなところになるかなと。だからどんなに未来描いても変わらないものがずっとあってっていうね。うん、そうですね。特に最近は未来を変えられない無力感はひしひしと感じますね。ちょうど8話で AI の自死という話になってるじゃないですか。はい。で、この自死っていうところにビビが人間が死んだ時あったじゃないですか。その島編の時に自分の愛するアンドロイドを守れずにその博士が自殺するというあのシーン見て、はい、で一回記憶とかデータ飛んで新たなビビになってるじゃないですか。そうですね。だここだと思うんですよ。そのビビ自体が実は一回死んでるような状態じゃないですか。まあそうですね。一回6話の時に。はい。でも生きてる、体は生きてる。だから AI の自死とは何なのかっていうちょっと哲学的な話がまた今後の話で見えるんだと思うんですけど。はい。話が進むほどに悲しい結末以外待ってないような感じなんですよね。そうですね。1話の時点からもうね、相当ひどい100年になるだろうなっていうのと、うん、まあ、やっぱ話進むごとに、やっぱタイムトラベルをやり直すぐらいしか解決方法がないんじゃないかっていうふうには予想してるんですけど。うん。先ほどおっしゃったバタフライエフェクトみたいなことにもなりますからね。結局そうなるかもなーっていう。まあ今のところ8話までの全体的な面白い面白くないとしてはどんな感じですか？そうですね。6話が特にすごく面白かったなと思ってて、うんうん。で、まあ面白いんですけど、全体として見ると、やっぱり時代が飛ぶのと、うん、で、時代が飛ぶと一緒にやっぱり出てきていたキャラクターも変わってしまうし、うん、で、登場人物がそもそも AI が多いっていうので、感情移入は結構しづらいなって思ってます。で、まあメインのキャラクターたちもそもそも AI なので、ちょっと感情移入はしづらいところがあるなって思って見てます、うん。ただまあなんか展開とかは、なんか意外な展開が来たりとか、うん、伏線みたいなのもたくさんあるように見えて、でまああの、歌を売りにしてると思うんですけど、その売りにしてる音楽とかオープニングもいいし、うん、アニメの演出としてもいい感じに曲とかを取り込んで使ってくるので、その辺はまあ、アニメとしてはいいんですけど、キャラクターに感情移入できるかで言うと、っていう感じですかね。うん。うん、その、ビビって先ほど言った音楽で人を幸せにするというか、笑顔にするためのアンドロイドというか、はい、AI じゃないですか。で、言うだけあって、曲、太いんですよ。去年とか、呪術廻戦見たり、大の大冒険ちょっと見たりとか、ちょこっと久しぶりにアニメを見始めた年が去年だったんですよ。で、その時に音楽とか全然弱くて、合ってねえなって。ね、なんだこれ。呪術廻戦とかはそうですね、なんか、ひどい。CM、ちょっと弱い。ひどかったですよ。そのアニメはね、劇伴が。その作がいい分、音楽悪いから、そのオープニングとか良かったけど、エンディングも良かったけど、うん、そうですね。中の方が弱すぎたなって思ってた中で、このビビは、太いなと。なんかその、ちゃんと音楽のタイミングも、そのアンドロイドだから、どこかオルゴールで回る人形さんみたいな音になってるんですよ。だから、変わらないことを続けるようなものを音楽でもちょっと見せてっていいなと。あと AI の話で言うと4話ぐらいかな。あの、ホテル、宇宙ホテルが墜落する話とかも、なかなかちゃんと熱く作っててよかったなと。そうですね。思います。あの、姉妹の話ね、うまいなぁと思ったなぁ。うまいんですよね、基本的に全部。そう。なんかいろんな作品へのリスペクトみたいなものも。そうです、そうです。やっぱり感じますね。追加で撮影したんですけど、いろんな作品を取り入れてるんですけど、まあ、歌で SF というところで、マクロスプラスをパッと浮かべるわけですよ。シャロンアップルプロジェクトかな。ああいうシーンと少しダブつくかなとも思ったんですけど、よくよく振り返ると、クレヨンしんちゃんのヘンダーランドの大冒険に登場したトッペママペットがビビに近いか、と、なんかそんなところに落ち着きましたね。トッペママペットも、
もともとおとぎの世界のようなお姫様がいて、そのお姫様が、マカオとジェマっていう魔女に囚われてしまった。で、それは人形の中に、魂入れられたという話なので、AI とまだ全然違うんですけど、なんかポトペママペットも歌うしね、なんか、そんなことも思ったなと。藤野さん的にはビビも楽しんで見られてますか、はい、見られてないですか。あ、いや見てますね。ビビ面白いなと思ってます。あ、じゃあ一緒に語りながら、はい、あのシーンやなと思いながら語り合えてるという感じですね。そうですね。なんか、まあでもこれもやっぱ言ってる通り、毎回毎回不幸な結末になるんで、うん、はい、はい、僕はハッピーエンド中なんでちょっと、ちょっと盛り上がってもいいのになと思いながら毎回見てますね。僕もね、ハッピーエンド好きなんですよ。僕も。なんか最後はね、救われてほしいってあるんですよ。でもなんかまあ辛いはそうだなと思いながらちょっとね、うん、主人公がもうどうすんのぐらいひどい目に遭うのが好きなんですよ。あらあら。いや、そういう時があっていいと思うんですよ。主人公がすごい虐げられて苦しい中に何か光が最後差し込む話がいいなと思うんですよ、うん、だからほんまのハッピーが人から見たその人のハッピーじゃなくて、そのキャラクター自身から見たらハッピーなものがそこにあって、それは嬉しいとかじゃなくて前に進むに値する何かであったらいいなと思うんですけどね。だからビビーもそういう結末になればというところなんですけども、今のところこのカバネリそんなうまくいってなかったから、ビビーここからごちゃつけへんかったらなと思いますけどね。そうですね。はい。さあ、ダイナゼノン、いきますか。ダイナゼノンどうですか？そうですね。独特なアニメだなと思って見てますね。うん、とにかく、うん。なんだろう。なんか、バトルアニメだったり、ギャグアニメだったりって、楽しみ方みたいなものが多分、みんな、すでに分かってると思うんですけど、うんうんうん。ダイナゼノンの楽しみ方は、多分、今、みんなが見ながら探してるみたいな。はい。はい、はい。感じはしますね。なんだろう、僕は雰囲気が、その、アニメ、本当は基本的にはテンポのいい会話で、みんな、こう、滑舌もよく、発音もよく、わかりやすく話が進むんですけど、うん、ダイナゼノンはなんか、間があったりとか、うん、ちょっと、しかもそれが、なんか、放課後気まずい友達と一緒に帰らなあかんくなったみたいな、そうですね。ね、だ気まずありますよね。そうですね。それがなんか、なんって言ったらいいかわかんないんですけど、癖になってて好きですね。はい。その、前作のグリットマンとは明らかに違いますよね。違いますね。グリットマンは放課後にしても心閉ざしてないというか、もっとフラットな気持ちの世界でいたけど、今回は結構心閉ざした者同士が揃うというところを描くので、空回りもはっきりと見えるっていうのも面白いですね。僕はグリットマンはそこまで好きじゃなくて、うん、なんかそれの理由が、あれって多分そういう変身ロボットものだったり戦隊ものをちっちゃい時に見てた人が大きくなってから見るとすごく刺さる作品と思ってて、うんうん、で僕はあんまりそういうのを見てこなかったからそんなに刺さらなかったんですけど、うんうん、ダイナゼノンはなんか刺さるんですよ。うんうんうん、僕はグリットマン見た時に、なんかエヴァンゲリオンとかそういうものも思い浮かべながら見ましたからね。グリットマンにしても、でかいし、動きがゆっくりで重いっていうのが、熱いなぁと思いましたね。スーンって感じが。そう。伝わりますよね。このダイナゼノンって、オープニングで、合体した状態でこう、手突き上げて、上からパーン下にしていくやつあるじゃないですか。はい。あのシーン僕すごいと思ったんですよ。普通ね、パーンって下から上に行くこと多いのに、上から下でこれでかいって思わせるってすごいシーンやなと。今のところダイナゼノン、7話まで見てるんですかね。8話は見てない感じですか。あ、7話まではね。そうですね。僕、D アニメストアで見てて、D アニメストアの配信がちょっとだけ遅いので。あ、なるほどです、なるほどです。で、7話まで見た感想として、ここ好きですとか、ここ苦手でしたとか、ここ分かりにくいとか、なんか、どんな捉え方されてますかね？一番好きだったのは、やっぱり、チュロスを食べてるシーン。ああ、プールですか？1分くらいずっと食ってたよ。あ、
あの、プール、はいはい、プールサイドでね。私は食べてるから、取っといてみたいな感じ言われて、ちょっと、眺めて、無言のよもぎくん。はい。砂糖めっちゃ落ちるんだけど、みたいなやつでした。ああいうのがやっぱりすごい、あれはできない。他のアニメには。っていうのがすごい好きだったんですけど、嫌いって言ったらおかしいんですけど、いじめの、そのドッキリの動画がね、やっぱり精神的に。はい。確か、お姉ちゃんが実はいじめられてたんじゃないのかっていうのが、動画を見て、なんとなくかもしれないって思えるやつなんですよね。もうそういう気持ちで見たらそうとしか見えないような。はい、なんかリアリティが妙にあって嫌な感じがすごいですね。その編集にも悪意あるんですよね。そうなんです。あの安っぽいテロップがね。そう。で、なんかちょっと、そうかどうかわからないけど、そのお姉ちゃんをバカにしているかのように、その夢やったかな。ね、夢ちゃんの姉ちゃんがいじられてるけど、はい、いじってるというよりかは、けなしてるに近いような編集にしてて、ねえ。そうですね。きついですね。あと、あれですかね。小読みくんが好きですかね、結構。引きこもりの。あ、そうですね。なんか、状況とかも近かったりとか。なんか、なんだろう、その時々の反応とかが。うん。なんだろうな。なんか、やっぱ似てるからかな。あのキャラクターだってなったりとか。まあ、小読みくんって一応年齢33ですからね。それそんなに言ってるんですけどね。はい。だから、多分、年齢の差はね、大きくあると思うんですけどね、その、尾上さんたちとはね。はい。そうですね。やっぱ状況だったりとか、キャラクター性が、うん、近いものがね。はい。だからその、よもぎくんはなんだかんだね、友達いるから、うん、そうだね。あれ、よもぎくん、友達いるけど、友達おんのかなって思って見るんですけどね。そうですね。仲いいかと言われると。そう。学校でおるから絡むっていう感じであるのも、また学園生活らしいのかもしれないですね。うん、そうですね。ダイナゼノンを2話3話ぐらいまで見ていったら、あ、これトイストーリーかなと思って見てたんですよ。なんかすっごいウッディやアンディっぽいなぁと。だから、多分、ヨモギもユメもコヨミもみんな自分たちが持ってるそのダイナゼノンのガジェットあるじゃないですか。これが本体で、はい、その心、魂みたいなものがキャラクターになってるように見えたんですよ。で、彼らの記憶っていうものがその子供の頃遊んでもらっていた時の何かが混ざってんのかなみたいに思ったりして見てたんですよね。うん、だから、例えば、夢の姉ちゃんがいじめられてるのも、知恵の輪みたいなのを持ってるのも、そういうのが元の持ち主だった。そんな気がするんですよ。だから、よもぎも何に対しても熱意みたいなもんないじゃないですか。ないですね。そういうのが、まあ、尾上さんや藤野さんも共感できる部分だったりしますか？どうですか？そうですね。ダイナゼノンのキャラたちはやっぱり共感はやね、ビビとかに比べてすごいしますね。そうですね。うんうんうん、やっぱり、アナズさん見え切らない感じが。はい。まあみんなやってるしやるかぐらい。そう、流され感もね。はいはいはい。そんな中にガウマだけは自分の意思を持ってて、はっきり物事を喋ってくれて、うん、すごい見てて、嬉しいですね。あ、そうなんですね。ガウマ、嬉しいってなるんですね。ガウマ、鬱陶しいとか、空回っとんなとかじゃないんですね。いや、ガウマはすごいありがたいですね、存在として。あ、要は何もする気が起きないから引っ張ってくれるだけでもありがたいみたいな感覚になるんですか？というか、ガウマには絶対裏がないので。あー、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。考えなくていいんですよ。もしかしたらこの人には嫌われてるのかもしれないとかを一切考えなくていいっていうのが、ガウマのいいところかな。ほう、なるほど。そういうことか。確かにガウマは何も考えはないけども、素直ですよね。自分が悪かったら謝るしね、ちゃんとね。めっちゃいいやつなんで。いや、だからこの、ヨモギにしても、夢にしても、小読みにしても、みんな似てますもんね。
そうですね。ちょっと昔なんかあったけど、それをはっきり言いはしないし、うん、人とも距離を取るっていう感じなんで。で、それが何なのかもよく分かってないというのも、みんな共通してますよね。ガグマにしてもう5000年前にからのなんか生きてるやつやで、どういうことみたいな。5000年か。5000年前の時を得て生き返ったってどういうことなみたいな話なんですけど。まあ、ここら辺は多分、グリッドマンのその世界線の中での考え方だと思うので、まあまあ。そうですね。まあ、そういうなんか、もやもやが多い中でガウマがいてくれると、とりあえず、そこだけは安心して見れるっていうのがいいですね。うん、相性、飯壊してくれって言って。一食一飯の恩をしっかりと返そうとするというところもね。昔ながらのやっちゃなっていうのが、一人おると確かにはっきりしますかね。それに対して知性がよくわからないところありますけどね。そうですね。怖いですね。ちょうどまだ見てない8話とかでもうなんか面白い演出したりするので、また見てもらえたらと思いますね。いやそうですね。楽しみですね。後半、はい。まだまだ謎が多いので。そうですね。謎多いんですけど、これ謎解く必要もない作品だなと思うんですけどね。この感じを楽しむみたいなね。藤野さんはどうですか？あ、僕はダイナゼノン結構好きですね。あ、女の子が可愛いし、うん、確かに、うん、この女の子で誰だか、はい、敵側の女の子こう言っているじゃないですか。ムジナさんか、はい、ムジナさん人気だ出そうと思いますよね。いやーですね、やっぱ太ももっすね、時代は。あ、さすがに時代は太もも言いますね。いいのよ、はい、プールで遊びたかったりとか。そうですね、ちょっと子供っぽいとかあってね、うん、まあ、ゆめちゃんもやっぱ結構可愛いですね。あ、なんとかビームとか、なんとかなんとかビームということでね、やっぱダイナゼロ結構楽しんで見てますね。はいはい、このゆめにしてもムジナにしても、その美人ですよね。そうですね、可愛いけど美人寄りな感じで、一人でいそうっていう雰囲気もちゃんとあるから、うまく作られてんなぁとは思いますね。そうですね。うん。一人ぼっち感。でも、徐々に怪獣優勢思想のみんなも、なんか一つになっていく感じがあるので、二つとも見応えあるものを見せつつ、一気見するにはしんどい作品かなと思いますけど、確かに。毎週、見ていく分には楽しめるかなと思います。うん、そうですね。それはむしろ日常の気まずい会話だけ50話ぐらいずっとやっといてほしいです。気まずさと気持ち悪さが同居するじゃないですか。その、ね、さっき言ってたように間が長いとか、もうちょっと早めに切ってもいいのにっていうところをテンポとしてはずらすことを重視としてるから、このダイナゼノンの魅力というかね、絵になってると思うんですよ。その夢とよもぎの距離感とかもそんな近くならない。そうですね、うん、ならないですね。なんかやっぱアニメいっぱい見てると味が違うんで、うん、そこが楽しいですね、うん、はい。このグリッドマンの続編、ダイナゼノンもね、今後楽しみなところですね。